ダシマットランチャー、ダシマ動画チャンネル構成ゆうきです。今日は仮面ライダー電王10回転券デラックスデー仮面ソード、こちらはですね、仮面ライダー電王のライナーフォームに変身するためのアイテム、そして武器になります。はい、お話の中では涼太郎に、憑依できなくなったイマジンたちが剣として涼太郎をサポートするという感じで、龍太郎がねこう絵を描いてね、こう、うん、電ライナーの中でこうみんなぐるぐるこう回るみたいなシーンがあったと思うんですけれども、はい、まあそんな感じです。まあ見たことない人はね、ぜひ見てみてください。はい、はい、そんなわけでね、今回も、仮面ライダー電王10周年ということで、こちらを見ていきましょう。はい、まず外箱はこんな感じ。はい、かなり箱はでかいですよ。はい、で上はこんな感じでございます。はい、横、うん、下後ろにはいつも通り遊び方が書いてあります。はい、こんな感じですね。まあ基本的には変身遊びと攻撃モード、こちらの2つですね。で桃裏金龍の音声が入っていますというものです。はい、じゃあね、出していきますか。ありがとうございます。はい、今回もね、かなり箱がすごく状態がいいものです。はい、中身を出しましょう。おお、説明書を出します。すごい、袋をどかした。ああ、見てくださいよ、どんだけでかいんだよ。すごいね、テレビのと同じぐらいだ。はい、じゃあじゃん、じゃあじゃん、かなりでかいものが入っていますね。パーツは2つに分かれております。刃先パーツ、電仮面ソード本体、手出しましょう。はい、わー、すごいねこれ。じゃあもうね、早速刃先パーツくっつけちゃいましょう。はい、いきます。セット、ガチッと言うまで入れます。はい、これで電仮面ソード完成です。周りはこんな感じになっております。はい、近づいてみるとこんな感じ、でかいですね。でかい、カナト君の顔ぐらいの大きさがあります。ここね、すごいね。電仮面ソードはこちらのね、ライダーパスをここにね、こうやって入れることによってライナーフォームに変身するというアイテムです。うん、はい、じゃあね、電池を入れて早速ね、音声を確認していきましょう。はい、はい、それでは電源を入れてみたいと思います。電源はここです、後ろここね。はい、じゃあお願いします。はい、起動音はだいぶシンプルですね。うん、じゃあまずはライナーフォームに変身遊びをしてみたいと思いますよ。はい、はい、パスをセットします。これでライナーフォームに変身が完了しました。はいはい、さあそれでは次は必殺技遊びをやりたいと思いますよ。はい、じゃあまずはね、桃ソードからやってみたいと思います。ここのレバーを桃太郎スが来るまで引きます。桃ソードの音声、桃太郎スのおりゃーの声と同時に攻撃音が鳴ります。はい、そしてこのまま15秒放置すると、俺30と音声が流れます。はい、すごいですね。じゃあ次は裏ロット、うん、攻撃音はで、また15秒放置すると、僕に釣られてみると音声が流れます。はい、次は金アックス、攻撃音はで、これもまた15秒放置すると、俺の強さにお前が泣いたと音声が流れます。はい、次は龍眼、攻撃音は水の
はい、これも15秒放置すると答えは聞いてないと音声が流れます。はい、はい、このようにね、各イマジンの決め台詞が流れます。はい、いいねこれ。いい、はい、じゃあ次は最終必殺攻撃音を聞いてみたいと思います。はい、こちらはね、どの電化面からでもいいんですけど、今回は桃太郎でやりますね。この状態でレバーを4回引いて電化面を一周させます。はい、この待機音が鳴っている最中にトリガーを押します。これは電車切りかな。さあ、カナト君に持ってもらいました。はい、でかいね、やっぱね。重っ。おお。電車に。はい、そんなわけで今日はこちらの仮面ライダー電王デラックス電仮面ソードを紹介しました。はい、まあ今のおもちゃに比べると音声もまあ多少少ないですし、他のねおもちゃとの連動っていうのもあまりないんですけれども、個人的にはこれぐらいシンプルな方が好きかなと思います。はい、はい、でもこれ当時はねすごく衝撃的なデザインだったんですよね。パパはね、テレビでこれ見てね、って思いましたけどね、当時ね。でもね、やっぱ今見るとかっこいいですよね。はい、ネオ、今年でね、放送開始10周年です。あの、見たことない人はね、ぜひ見てみてください。面白いのでね。はい、はい、そんなで、この辺で、バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。これからはですね、スマホやタブレットでご覧の皆様も画面タッチで次の動画へ行くことができるようになりましたので、ぜひね、押して男子マ動画チャンネルいっぱい見てください。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。